リドルさん、さっきから言っていますが、単独で先行するのはやめてください。なぜだい？このチームの先導役は僕だ。僕が先頭に立ち進むべきだろう。そういうことではなく、もう少し慎重に行動してくださいと言っているんです。基本的にタルタロスは一本道とはいえ、すでに凍結が解除され、壁の亀裂や縦穴に潜んでいるファントムが飛び出してくる可能性もある。この僕がその程度の奇襲に遅れを取るとでも？自信があるのは結構なことですが、僕たちは対ファントムの戦闘訓練を受けたことはない。未知の敵には警戒して叱るべきです。君の言うことはもっともだけれど、僕らはもうウサギの穴に入ってしまった。僕らの後ろに帰り道はない。ならばビクビク進んでも堂々と進んでも同じことだろ。だとしても、勇敢と無謀は紙一重ですよ、リドルさん。慎重と臆病も紙一重だよ、アズール。それに緊急事態発生時についての教本には、敵を恐れろとは書かれていなかった。僕はそれに従っているだけさ。あなた、マニュアルに書かれていることなら何でも従うんですか？まずは攻撃を受けてみて、敵の実力を測りましょうと記載されていたらどうするんです？従うよ、それがルールならね。マニュアル人間もここまで来ると書ける言葉もないな。融通が効かないなんてレベルじゃない。頭が岩でできてるのか。こんなことなら契約書を砂にしたことを波に流してレオナさんについていくべきでしたかね。アズール、前方から何か来るよ。僕が始末する。君は後ろへ下がっていろ。はあ、それはどういう意味で？話は戦いの後にしましょう。ファントムの体が黒い液体に。気分が悪くなる匂いだ。早くこの場を離れよう。さっきのどういう意味です？さっき後ろに下がっていろと言ったでしょう。確かに寮長歴では1年ほどあなたに遅れをとっています。でも僕はあなたと同じ2年生であり寮長だ。かばってもらわずとも戦えます。君が戦えることは分かっている。でもここで君に怪我をさせるわけにはいかない。怪我？それくらいは僕も覚悟の上です。見くびらないでください。見くびっているわけではないのだけれど、第一、君が言ったんじゃないか。僕の方が座学も実技も実力が上だと。より強い者が前衛に出るのは当然だろう。そうですか。ならありがたく後ろで楽をさせてもらうとします。君、そうやって突っかかる言い方をしないと気が済まないのかい？この状況は協力しなければ乗り越えられない。独断専行は許されないよ。独断専行はどっちだ？石頭。お、前方に巨大な扉が見えてきた。マップによれば、あの扉の先はファントムの収容所のようだね。すでにファントムに遭遇したことを考えると、凍結は解けている可能性が高い。気を引き締めていこう。とにかく僕の指示に従うこと。お分かりだね？はいはい、かしこまりました。収容所、通路よりもさらに寒いな。この四角い箱がファントムを閉じ込めている檻でしょうか。たった数体でも厄介だというのに、こんなにたくさん。やはりファントムとの共存など許容できない。何としてでも計画を止めなくては。と
冒険者は決意を新たにしたのであった。やあリトルローズハートさん、アズールアーシングロッドさん、リアルダンジョンは楽しめてる？手応えがなさすぎて退屈なくらいさ。言うね。でも分かるよ、ゲームは少し手こずるくらいじゃないとやりごたえがないもんね。というわけで、まずは君らが使っていた ID カードを登録解除させてもらったよ。は？じゃあスタッフにもらった ID カードは？開かない扉に対応した鍵を探すのもゲームの醍醐味なのに、最初からマスターキーを持ってたら面白さが半減しちゃうでしょ。新しい ID カードはケージの中で目を覚ましているファントムの一体が持ってるよ。鍵を見つけて先に進む達成感を味わって。ふざけたことを。僕たちはゲームのキャラクターじゃないぞ。それでは諸君、健闘を祈る。ふざけたこと。あれが映像じゃなかったら今すぐ首をはねてやるところだ。リドルさん、どうやら僕たちはタイムアタックを強いられているようだ。確かに時間が経過するほど凍結の解除が進み、目を覚ましているファントムが増える。急ぎましょう。言われずとも。さすがはファントムを閉じ込めておく檻。ちょっとやそっとの衝撃を与えた程度では開きそうにありませんね。このケージ、中でファントムが動く気配がある。僕が魔法でケージの開口部を破壊しよう。アズール、下がっておいで。また下がっていろですか。別に構いませんが。行くぞ。はぁ？ファントムの体から何か。これは ID カード。よろしい。意外と早く見つけることができたね。いくつものケージからうなり声が。アズール、出口へ急ごう。賛成です。なんとか怪我もなく収容所を抜けられたね。でもまたいつオルトやファントムが仕掛けてくるともしれない。くれぐれも僕から離れないように。さすがは学年主席の優等生、不出来な生徒のことをかばいながら進んでくださるとお優しいことで。嫌味な言い方はよせ。君が不出来なんて一言も言っていないだろ。事実でしょう。何せ僕は入学以来一度もリドルさんに成績で勝てていませんから。え、君僕に勝とうとしていたの？いけませんか？いや、ただ思っても見なかったから少し驚いた。これはこれは随分とバカにしてくれますね。2位から10位の間をフラフラしている僕はライバルにすらなりえないと。ああ、だって僕と主席の座を争うつもりなら君は気が多すぎる。はあ？君はモストロラウンジの経営だけでなく積極的に投資なども行っているんだろ。例のお悩み相談も裏で続けていると聞くし、休みの日には市場調査と称して学外にもよく出かけているとジェイロが言っていたよ。それから
以前うちの寮生から没収した君お手製のテスト対策ノートを見たけれど、多学年の出題範囲までカバーするためには自身の勉強時間をかなり削ることになるはずだ。君が君自身の勉強だけに集中して取り組めばテストで満点を取れるかもしれない。でも実際はその時間と能力の多くを他人にテストで高得点を取らせるための分析と対策に費やしている。なのに物心ついてからずっと勉学と魔法の研鑽だけに時間を費やしてきた僕に成績で勝とうだって随分とバカにしてくれるじゃないか。人を見くびるのも大概に惜しい。バカにしたわけでは。トップを目指す気持ちは誰にだってあるでしょう。そうだね。1位を目指すこと自体は素晴らしいことだ。君も持てる時間の全てを勉学だけに費やせば常に1位を取り続けられるかもしれないよ。もちろん僕と同着でだろうけれど。うわ、ファントム、いつの間にこんなに近くに。アズール、ぼーっとするな、下がれ。なんとか撃退できたね。リドルさん、今の戦いで僕をかばって怪我をしたでしょう。ほんのかすり傷だ。大したことはないよ。余計なこと。不意をつかれたのは僕の責任だ。責任というのなら、僕はこの班のリーダーとしての責任を果たしただけさ。何よりここで君に大きな怪我をさせるわけにはいかない。またそれですか。先ほども言いましたが、僕はあなたに守ってもらうほど弱くない。何を感情的になっているんだい。君らしくもない。僕をお荷物扱いするのはやめろと言っているんです。確かにあなたは入学してすぐに寮長の座を手にし、学年主席であり続ける実力者かもしれません。ですがそれはナイトレイブンカレッジという箱庭内限定でのステータスだ。なんだって。学園から一歩外に出れば寮長や学年主席の肩書きなんて華やかなポケットチーフ程度のアクセサリーでしかない。こんな命のかかった危機的状況であればなおさらです。今この場において僕とあなたは対等だ。二度と偉そうに命令しないでください。アズール、勝手に行動するな。この先にはまたファントムの収容所が。待てったら。前に出るな、怪我をするな。あの人は僕のことをどれだけ弱いと思っているんだ。もうあんな暴君に従っていられるか。冒険者さん、第三の試練の場へようこそ。で、あれ、アズール・アーシングロットさん一人？リドル・ローズハートさんは？さあ、まさかオルトさんまで。僕が一人じゃ何もできないと言いたいんじゃないでしょうね。アズール、止まれ。止まらないと首をはねてしまうよ。やれるものならやってみればいい。たとえ魔法が封じられてもあなたと違って腕力には自信がありますから。な、僕が非力だと言いたいのか。事実でしょ。ああ。でも中身が詰まりすぎてダイヤより硬くなったその石頭で頭突きされたら、さすがの僕も一発 KO かもしれませんね。ありゃ、最初より仲間割れが深刻化しちゃってる。僕はいいんだけど、そんなに大声で喧嘩してると大事なヒントを聞き逃しちゃうかもよ。ヒント？助けて、助けて。あ、これは女性の声。助けた NPC が先に進むためのアイテムをくれるのはゲームのセオリーだよね。
ほらほら、仲間割れしてる場合じゃないんじゃない？このままじゃ彼女が大変なことになっちゃうかもしれないよ。出して、誰か。まさかここにあるケージのどれかに閉じ込められているのか。なんてことを。すぐに助け出します。ケージを叩いて居場所を教えてください。無理よ。暗くてよく見えないけど、同じケージにファントムが。まだ凍っているけど、大きな音を出してファントムが目覚めたら。私、わかりました。できるだけファントムを刺激しないようにじっとしていてください。冒険者大ピンチ。二人はこの危機的状況を乗り越えられるのか。それでは諸君、健闘を祈る。待て、ふざけた真似を。リドルさん、今は腹を立てている場合ではなさそうです。ああ、一刻も早く彼女を助け出そう。片っ端からケージを開けていくのは時間も魔力も無駄だ。ごく軽くノックして中に合図を送ってみましょう。中からノックが返ってきました。このケージかもしれません。では魔法でケージを開けるよ。中の人を傷つけないよう力をセーブして。何？ケージの外にもファントムが。影に身を潜めていたのか。ここは僕が。禁じろ。驚いた。助かったよ、アズール。これで僕の実力を認めていただけましたか、リーダーさん。君、さっきから何か勘違いをしていないかい？まあいい、話は後にしよう。ケージを開けるよ。やっと出られた。ファントムはケージの奥に。お任せください、すぐに始末して。ケージの奥にいるの？あれは本部内で僕たちを襲ってきたパワードアーマーじゃないか。あちこち壊れているし、襲ってくる様子はない。え？奥にいたのはファントムじゃなかったの？そのようです。何はともあれ、ご無事で何より。息つく暇もなく恐縮ですが、僕たちは急いで先に進まねばならない。あなたの ID カードを渡していただけますか？はい、これです。ありがとうございます。あなたはすぐにタルタロスから脱出を。こちらこそありがとう。あなたたちも気をつけて。オルトさん、完全に僕らをおちょくっていますね。感激。すぐに最下層にたどり着いて絶対に首をはねてやる。あのケージ、激しく揺れているぞ。ファントムが暴れているようですね。もしさっきの女性が中にいるなら、悲鳴の一つもあげるはず。つまり、外れのケージということでしょうか。だろうね。とはいえ放置しておくのも危険だし、何より騒音が耳障りで仕方ない。早いところ倒してしまおう。血気盛んな人ですね。よし、無事に倒せたね。体力と魔力を温存しなければならないのに、
無駄な戦闘を避けるという発想はないんですか。何を言うんだい。無駄なんて少しもないだろう。は？ナイトレイブンカレッジでは攻撃魔法を使用した実践形式での授業も数多く行われているけれど、実際に突発重大事案発生時において初動処置を図る機会は稀だ。この経験は必ず僕らの糧になる。この状況を肯定的に受け止めると、リドルさんは僕が思っていた以上に変わった感性の持ち主らしい。次はあの刑事か。時間が惜しい。魔法の出力を上げて。待ってください。中に人がいるかもしれないんですよ。加減を誤ったら取り返しのつかないことになる。 ID カードまで破損したらどうするんです。僕がそんなミスを犯すとでも。あなたの強烈な一撃を見ていれば誰だって不安になります。ここは僕が。なかなかのコントロールじゃないか。余計な配慮だったみたいだけど。一言余計です。ほらさっさとファントムを倒しますよ。さあ次に進みましょう。リドルさん、どうしたんです。一人で先走ってばかりのあなたが立ち止まるなんて。今の戦闘でどこか怪我でも。まったく、一言余計なのはどっちだい。君がさっき使った魔法を思い出していた。狙いを絞って魔力を温存するのは確かに効率がいいからね。参考にさせてもらうよ。参考？どういう心境の変化があったのかは分かりませんが、これまでの言動を顧みる一助となれたなら何よりです。こうしている間にも凍結が解除されていく。刑事の選別に時間をかけてはいられないね。そうは言いますが、ここにある全てのケージにファントムが入っているんですよ。全部倒していては時間がかかりすぎる。めぼしいものから順に潰していかないと。ケージは全て同じ見た目なんだ。どう目星をつけるつもり。こうしてあれこれ考えている間に僕ならケージを一つ開けられる。一理ありますが、ちょっとまだ話は終わっていませんよ。じゃない、仕方ない、やりますよ。さて次に行こうか。ああ、リドルさんの気の短さを舐めていた僕が愚かでした。まだ文句を言っているのかい。まったくもたもたしている暇はないよ。もたもたって、リドルさんこそ急ぐあまりに逆に時間を無駄にしているんじゃないですか。テストで高得点を狙うならまずは問題をよく見て配点が高い問題から解くのが効率的でしょう。どれから解くかと考えるより前に一問目に取り掛かった方が確実だし時間の無駄にならないよ。まさかあなたいつも一問目から順に解いてるんですか。当然だろう。一問目から解こうが最後から解こうが僕が取るのは満点だけだ。なるほど、僕とは根本的に考え方が違うわけですね。道理で気が合わないわけだ。
なんだか熱い。オルトに腹を立てたせいで頭がのぼせているのかな。奇遇ですね、リドルさん。僕もなんだか顔が熱くて。熱すぎて周りの景色まで陽炎のように歪んで。待て、さすがにおかしい。陽炎、温められた大気に密度のばらつきが生じ、光の屈折率が変化することで起きるシュリーレン現象の一つ。つまり熱くなっているのは僕たちじゃない、大気の方だ。あ、海底火山の噴火か。違う、何か巨大なものが近づいてくる。あの巨大な溶岩の怪物は。おそらくあれが原初のファントム、ファントムタイタンズマグマ。僕たちの魔法では歯が立たない。雷帝の槍はどこに。格納庫はもう近いはずだ。走れアゼル。格納庫、ここか。熱っ。タイタンが身にまとったマグマでドアが熱されて。このままではドアが熱で溶かされてしまう。僕が氷でバリケードを作ります。リドルさんは雷帝の槍を探してきてください。わかった、すぐに戻る。巨大な魔法石の槍、これが雷帝の槍。なんて大きさだ。起動前なのに息苦しくなるほどの魔力を感じる。僕に扱えるのか。リドルさん、早く。ドアの向こうから伝わる熱で作るそばからバリケードが溶かされていきます。ためらっている時間はない。起動する。高度北のマキア、緊急レベル A の突発重大事案発生と認定。全魔導回路を開放。充電率 100%。 雷帝の槍起動します。体が吹き飛ばされそうだ。操縦者の指紋登録を行います。パネルに手を触れてください。行くぞ。操縦者の登録完了。安全装置のロックを解除。照準サポートモードにて起動します。槍から放たれる魔力が暴れて。この言うことを聞け。なんて重さとパワーなんだ。とても僕だけじゃ扱いきれない。アズール、力を貸してくれ。いいでしょう、腕力には自信が。重い。一体どんな人が使う想定で作られたんですか、この槍は。ドアが破られた。タイタンが入ってくる。アズール、そのまま槍を支えていてくれ。狙いは僕が定める。任せてください。僕たち、タイタンをタルタロスの穴に落とすことに成功しましたよね。
僕たち原初のファントムに勝ったんだ。やってやりましたね、リドルさん。雷帝の槍のバッテリー残量が低下しています。残り 10% です。充電ステーションに設置してください。この槍は一度でエネルギーを使い切ってしまうんだね。あれだけ強力な一撃を放つんですから当然でしょう。この先でも強力なファントムと戦うことになるかもしれない。ここで充電していくほかないね。充電が終わるまで3時間。なんて悠長な。僕らは先を急ぐというのに。機械をせかしてもどうしようもありません。非常用の保存食と缶詰が置かれていますし、決しておいしいとは言えませんが、食事がてら一度ここで休憩を取りましょう。最低の槍充電完了。全魔導回路異常なし。お、充電が終わったのかい。そのようです。というかリドルさん、あなたよくこんなところで眠れますね。だって普段はとっくに眠っている時間だし、携帯食料を食べたら満腹感で眠気が。はあ、君ずっと起きて見張っていてくれたのかい。タコは生来警戒心が強く繊細なもので、こんなところではとても眠れません。そう、でもおかげでしっかり休憩が取れたよ。見た目によらず、ずぶといというか、なんというか。長い休憩を取った分、ペースを上げて先に進まなければいけないね。出発しよう。雷帝の槍、省エネルギーモード。起動時は操縦者による指紋照合、音声認証、または魔力のチャージを行ってください。よかった。さっきは槍から放出されるエネルギーが大きすぎて、浮遊魔法で制御するのが難しかったけど、省エネモードの時には問題なく魔法で浮かせて運搬できそうね。それ！あ、ビルさん、槍を運ぶ役目、僕がやります。魔法で荷物を運搬することは実家の手伝いで慣れてるんで。あら、急に荷物持ちを申し出るなんて、どんな心境の変化？収容所の中でも、さっきのタイタンとの戦いでも、僕あまり役に立ててなかったので、荷物持ちくらいはさせてほしいっていうか。この程度の荷物運びで疲弊すると思われてるなんて、舐められたものね。そういう意味じゃなくて、ビルさんたちにはいざという時のために少しでも魔力を温存しておいてほしいんです。僕や監督生さんは先輩たちほど戦闘では役に立てない。だからせめてそうじゃない時くらいは役に立ちたいかなって。いつもは止めたって前に飛び出していくくせに、急に塩らしくなっちゃってどうしたの？自分の弱さを認めること、それは前よりも強くなった証拠だね。しかしムシューヒメリンゴも監督生君もそう気負うことはないよ。君たちはすでに十分にやるべきことをやってくれている。ルークの言う通り、今無理をして後でへばられた方が迷惑だわ。わかりました。でもビルが大きな荷物を運んでいるのを見かけたら、代わりに荷物運びを申し出たくなる気持ちはよくわかるよ。入学したての頃はビルが購買部や麓の町へ買い物へ行くと聞けば率先して申し出るものが多かった。時にはポムフィオーレ生でなく多寮生まで混じっていたほどさ。人だかりがあるところにビルありという感じでね。あんなのは芸能人が物珍しくて寄ってきていただけよ。数ヶ月もすればほとんどの生徒が飽きたわ。
飽きたというよりも君のストイックさに追従できる精度が少なかったという方が正しいかな。じゃあもしかしてウィルさんとルークさんの出会いって荷物持ちがきっかけ？まさか。ルークが私に声をかけてきたのはミーハーなジャガイモたちがすっかりいなくなった頃。今は勉学に集中するために長期間公演をする舞台や